4月17日金曜日、江東区新砂にある東京都土木技術支援人材育成センターの一般公開が行われました。このセンターは工事現場などのさまざまな課題についての技術支援や土木技術を担う人材の育成に取り組んでいる施設。毎年4月と11月、多くの人に土木の世界に触れてもらおうと一般公開を行っています。一般公開はセンターの業務を土木体験イベントと土木技術教室の2つのジャンルで構成。土木技術教室はさまざまな資料の展示で土木について紹介しています。こちらの河川に関する展示ではさまざまな機器や道具が展示されていました。この浮き子は川の流れの速さを測る器具の一つで、河川が増水しているときに利用されます。浮き子を橋などから河川に流し、ある地点からある地点まで流される時間を測り、川の流れの速さを計測するのだそうです。土木体験イベントではアスファルト混合物、いわゆる道路に使われるアスファルトの作成実演などが行われました。砂利や砂などを決まった割合で混ぜ、そこに接着剤となるアスファルトを加えると、よく道路で見るアスファルトの色に。これを冷やすと固まり出来上がりです。まるで料理教室のような感じですが、皆さん真剣に作業を見つめていました。その他、レンガでアーチ橋を作る体験もありました。センターへ足を運んだ皆さんは、展示や体験で土木の世界に触れ、その技術の奥深さを感じていました。